は今日はアメリカの UCLA に来ておりまして、エイズインスティテュートで博士研究員をしていらっしゃる清水咲さんにお話を伺いたいと思います。清水さんはですね、現在エイズに対する遺伝子治療に関する研究を行っております。それでは清水さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとお聞きしたんですけども、清水さんはもともと建築学を専攻されてたと、非常にユニークだなと思ったんですけど、実家がそういう建築の仕事をしていたので、はい、まあちっちゃい時から興味もあったし、はい、やりたいと思ってたし、うん、何の疑いもなく、はい、その建築学部に入学して、うん、大学入ってから気づいたのが、はい、あれ私建築に興味がないかもと。あ、そうです。いつぐ、それは何年生ぐらい？もうすぐですよ、もう。1年生。もう1年生の時ですね、その設計図を書く授業が始まってからすぐに面白くなかったですね。その設計するのが嫌だったんですか？うん、設計図書くのが嫌でした。それは致命的ですね。はい。そうですか。やめてしまえと。中退してしまいました。はい。はい、その後は、でその後はもう一回やっぱり勉強し直して、普通に大学を入り直しました。薬学部に。あ、薬学部に入り直しました。はい。こちらに来るきっかけは、修士出た後そのまま同じところで博士まで取って、はい、で結局6年間医学部の大学院に行ったので6年なんですけども、はい、6年間、うん、いて、でその間にやっぱり研究は楽しいと、こんな楽しいものにやっと出会えたと。へえ。で、これをやっぱり一生やっていきたい、やっと出会えたからには一生やっていきたいと思って、日本だとあんまりポスドクのね、いいお話を聞かないじゃないですか。給料は安いとか、はい、そのあんまりいい機会に恵まれないとか、はい、それもあって、本当に漠然と、じゃあアメリカで、しかも私はエイズをやっていたので、エイズ研究はやっぱアメリカがかなり良かったんですね。ロサンゼルスは特にエイズの患者さんを、はい、確か初めてエイズ患者さんっていうのが治療したのがこのロサンゼルスの病院だったし、はい、エイズインスティテュートこの施設がすごく大きな病院であるのを知っていたので、できればそういったところで研究をしたいと、アピールしてました。へえ。それで、これ。そうですね。それでアピールしていたので、うちの教授が紹介してくれました。あ、そうですね。はい。君アメリカに行きたかったよね。そういえばここどうっていうので紹介していただいたので、素晴らしいですね。はい、自らの手で掴まれたと。日本にいらっしゃった頃からエイズの研究をされて、そうですね。大きくはくくると同じですね。日本にいる時はどっちかというとその。HIV に感染した後どうやったらエイズにならないかという HIV を抑える仕組みみたいな仕組みの研究をしていたんですけれども、今回こちらに来てからはその後ですね、はい、エイズを治す、治す、治す、抑制ではなくて治す、治す、はい、ちょっと簡単に説明しますけど、これ人間の血液細胞だと思ってください。で、日本語で書きますね。ここ書く。で特に HIV が標的にするのは、CD4 と呼ばれている、タンパク質 と、うん、あともう一個コレセプターと呼ばれているものが必要で、これが2種類あるんですね。CCR5 をコレセプターとして必要なウイルスと CXCR4 という他のコレセプターを必要なウイルスと2種類あるんですけども、私たちがターゲットにしているのはこっち側をターゲットにするHIV なんですけども、この CCR5 と CD4 っていうものを使って HIV は細胞の中に入るんですけれども、どちらも必要ということですね。どちらも必要なんです、はい、どちらかが1個が欠けても HIV は細胞の中に入れない、けれども、北欧系 の白人の数パーセントの人は生まれつきこの CCR5 がないっていう人がいるんですね、でそういう人たちは別に日常生活を送るのには全然支障もないし、CCR5 がその人間 の生命に必須なタンパク質ではないっていうのが分かってるんです、でも HIV にとっては必須だというので、じゃあこの CCR5 をなくしてしまえば HIV に感染しないんじゃないかっていうのが私がやっている研究の元のコンセプトです。
うん、で実際にその CCR5 がない、はい、あの北欧系の人たちは HIV に感染しないのが報告されてるんですね。でじゃあこの CCR5 をどうやってなくすか。なくすか、はい、それ大事です、ね、それが、はい、あの今やってる研究で、私たちはあの shRNA を使ってます。これはショートヘアピン RNA と呼ばれているもので、RNAi の RNAi っていうのは RNA インターフェレンスの一種なんですけど、はいけれども、ちっちゃな RNA が特異的にある特定のタンパク質をターゲットにして壊すことができるっていう仕組みが、2、3年前のノーベル賞にもなったんですけど、その仕組みを使って私たちはちっちゃな RNA でこの CCR5 を壊してしまえと。でその CCR5 をなくすことによって HIV を、感染できなくなる細胞を増やそうと。でゆくゆくは体内から HIV をがなくなってくれればいいなっていうのがもう目標ですね。その shRNA を、細胞の中に入れると。はい。でその細胞を体の中で増やしてやる。そうです。はい、どうもありがとうございます。いい。あのその今 HIV っていう病気はあの、まあ、人類に対しての、まあ、脅威ではあると思うんですけども、そのやっぱりその HIV を治すための研究というところにあのなんかこだわりみたいなところはあるんでしょうか。そうですね、その HIV この方法っていうのは本当に優れた方法だし、すごく、はい、あのプロミシングな方法だと私は信じてるんですけども、はい、一番効率的にあの HIV を抑制する方法、抑圧する方法っていうのは知識で HIV っていうのは、うん、あの防げると。ね、はい、まあ、例えばその、まあ、コンドームをきちんとつければ大丈夫ですよとか、うんうん、まあ、そういうのを事前に知っておけば、うん、しない。そうですね、うん、もちろん 100% 感染しないはないんですけれども、うん、あのそうですね、はい、なるほど。そういった知識で HIV っていうのはあの防げる、こういった治療方法だけではなく、どうしてもやっぱりインフルエンザとかは、ね、マスクしてたってやっぱ空気感染なので、うん、こっちが一生懸命、ね、防ごうと思ってもどうしてもかかってしまう部分はありますよね。けど HIV だったらその確率はやっぱりずっと低い、うんうん、知識さえ持ってればする、はい、知識でかなり防ぐことができる。 HIV ウイルスに対してどんな思いを持っているんでしょう。友達ではないですよね。友達ではないですね、はい、でも何でしょう、ライバル、いやライバルではないですね。なぜなら絶対人類は勝てるので、おライバルではないですね、うん、でもこいつやるなとか、こいつやるな、本当はい、あの人類が試されているってやつで、まあ、それを受けて多頭じゃないかと知識とのそうですね、知識で抑圧できる、絶対人類は勝てると思うんですよ、うんうん、なるほど。清水さんがいればいつか撲滅されるだろうと思うことが僕はこのインタビューを通して思ってきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ今日のインタビューは終わります。また次回お会いしましょう。